若い若い若いやれ行ってやれ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 行ってれえ、プテさんの方が見てたでしょ、絶対いいから行ってやれよリンタロウさん信用できそうだからな。は？じゃあ、行きますか。はいはいはい、はいはい、お願いしますお願いしますお願いします、 お願いします。うん、あ、クロムの色落ちが、オッケー、シェリーだ。ナイス。ナイス。ナイス。若い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 ボタンだな。若いボタンなのに、あ、なんか嫉妬してるぞ。若さに嫉妬してるな。欲してるな。助け合ってから言ってんだけどな、若いが。うわ、ミスったな、脇。初期脇全然覚えてねえわ、もう。この動きさ、強靭目取られんだよね。貨物行くか。ミヤ。中野っち。ボタン入りそう。覚えたい。あら、え？あー、クロム。あー。おい、10秒前に死んでます。あ、死にあり、死にあります。はい。クロムさん、キッチンワキかな、一緒にキッチンワイいて、停電が入る前の時点で、展望で配線あった後、石油側抜けていってました。うん、滞在人がいますよ、畑迫さんとかいう滞在人がアドミン見てましたよ。お、ああ。え、でもちょっとしか見てないです、僕。行ってやれ、行ってやれ。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 え、プテさんの方が見てたでしょ、絶対。いいから行ってやれよ。はよ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 。早くやれよ。エレキにフジネロとかはいましたね。エレキにエンジン1、うん、コックピットが2から3になったりしてるのがちょっと気になったぐらいでしょ。覚えてないですよ。ね、展望に誰ですか。僕伊豆さん。席でコックピットさんが畑迫慎太郎プテハチなんですよ。正解。畑迫慎太郎プテ。はい。石油1エレキ2ですね。エレキには藤宮ネロかな。エレキには多分俺かな。診察1位になってました。診察は最終ですか。ごめんなさい、見れてない。最終じゃない。最終より5秒前ぐらいかな。あ、じゃあ俺診察かも。俺診察ですね、多分。多分エレキが藤宮とで、ネロちゃんも。宿舎にも1位ついてた。いや、俺貨物だ。俺貨物だと思うよ、5秒前だったら。ごめん、貨物は見れてないわ。うん、ネロちゃんは貨物側にも抜けてたから。え、だけど、藤宮とすれ違った後に中野地とすれ違って診察で。で、俺貨物で停電直してる、はいはい。移動しすぎかもしれないけど、タスクがなかったんよね。ああ。まあ一応覚えてるのが展望に、キッチンさん、宿舎、石油、エレキ2です。だから石油1が主体だと思うから、うん、宿舎は僕です。僕宿舎は影丸でしょ？え、なんで？え、違うの？宿舎僕だと思うけど、え、だって5秒くらい前でしょ。5秒前ぐらい。通ってミーティングにボタン速攻しに行ってるから。ああ、そうか。だとしたら俺エンジンかコミュあたりにいるはずです。あ、エンジン、あ、コミュだったらまあ未来からまあ納得です。そう、ね、うん、エンジンの前ところで畑さんとすれ違ってます、それ。はいはい、はい。まあ、うん、下手したら僕がはしご登ってる時とかに見てるんだったらまあ。うん、わかんない。どちしろ石油がいないんですよ。うん。で、エレキ2の人誰なんですか。フジニアと中野さん。あ、中野さん。いや、自分は診察です。5秒前は ?5 秒前。エレキじゃない？自分、俺、診察です。エレキにもう一人インポスターがいる。はい、いると思います。なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。うん、ああ、石油から。藤宮しか名乗り出てないでしょ、エレキにとセキュリティ。そう。それちょっとめっちゃ黒いですね、もう一人。あ、っていうか。あ、ちょっと謎のすれ違い起きてるな。はい、忘れ
れちゃったわ。はい、はい、はい。一応続きなのかな。まあさっきの情報で、まあバイタルエレキ貨物ぐらいにいたのが、ネロちゃんもともとあれだもんね、エレキにいたんだもんね。エレキから行ってるはず。だよね。だからネロちゃん、不死身や、中野地死体の 4つのうち、まあ、僕が覚えてるのが3つだったっていう話だと思うから。はい。これ、ごめんなさい、最終位置ってオラフ君どこさ。え、僕展望ですよ。停電直さんが僕です。あ、オラフ君は絶対無理です。それは大丈夫。あ、オッケー。あ、よかったよかったよかった。だからまあそこから詰めていくのがいいと思うね。みんなしてん。視点からで誰かが白が出れば。みんなしてちょっと待ってほしいんですけど、はい、影丸さんの行動経路だけ教えてもらっていいですか。ああ、僕も聞いた。はい。展望でダウンロード、あ、じゃあそれは前回だ。アップロードやって、でキッチンでハンバーガー助けやって、その時に伊豆さんが、ブチコの方に行くのが見えてます。うん、でその後ブチコに入る時にオラフ君とすれ違ってます。オラフ君は多分キッチン側に抜けてます。でそっからコミューエンジンって言ってエンジンの上の配線をするときに畑さんとすれ違って最後宿舎前の扉開けて中入ってちょっとで終わりです。それは大丈夫だと思う。アドミン見てるときにね、その動きキッチン展望キッチンとか武器庫キッチンみたいな感じで先に行く素振りをしてる人がいなかったから少なくとも2人はいなかったから先丸は大丈夫。最後宿舎下のドアを開けて終わり。そう、うん、そのはず。右は開けれてなかったはず。あ、じゃあ5秒前の宿舎じゃあ絶対僕です。うん、じゃあ俺が多分そうだ、エンジンだ、ね、エンジンとか、エンジンが込み前の通路か。あ、まあドアが込み前に出るんだったら本当にそこにいたんだと思います。オッケー。通った直後にドアが閉められたんで宿舎。一応補足で、クロムさんを見たのって割と早い段階で停電入る前の時点でも抜けてるんですよね。うん、なんで石油のテープタスクがあったとしても、うん、絶対エレキとかバイタルまでは行けると思うというか絶対行ってると思うんですよ。うんうん、停電が入ってるとしてもオラフ君が結構早い段階で直してるんで。引き返してきてるとしても絶対エレキぐらいまでいけると思うんで、地帯位置はそこぐらいまで絶対伸びます。うん、で皆さん目線聞きたくって、僕ってどんぐらい怪しいですか。 50% ぐらい。停電を勝ち合ってることだけ主張していきます。真ん中と左で、真ん中最初ついてたんだけどわざと下げちゃいました。俺全然無理じゃん。うん、だから中野地と中野地が診察にいるっていうのがちょっと不思議だなと思ってますね。その段階で5秒前っていうのが。ずっと全然エレキから先に行けててもおかしくないかなと思う。あ、そうですか。うん、あと僕なんか2キロ起きるかなと思って1キロ見えてたからキル起きたし、これアドミン的に浮いてる人いないってことか。浮いてない、アドミンの数合わなくて出ないのがおかしい。いや僕が覚えられてない。全部あー、なるほど、ね。あ、そこに行ったら富士宮中野地のどっちか、うん、そうだね。できそう。うんうんうん、うん、だ多分俺がバイタルやと思うんだな、その時系列だったら。あ、緑赤緑赤だっけ。やべ、赤緑赤緑、いや緑赤だった気がするな、忘れちゃったよ。あー、やべ、あー、合ってた。腕の動き変だな。はい、早すぎ。おい、君はずっと見てボタン連打してました。うん、あれごめん、右側で浮いてます。覚えげが覚えげやってるのだけ見てます。覚えげ、あれが僕。どっちで、アルマ君見た人います？今回見てないっすね。見てない。サイベ証拠機って言った時には見てなかった。一応宿舎脇は伊豆富士宮の2人です、ね。うん、で、僕リアクター左直して、左の方が先にずっと直してました。右後から直してくれたのって誰ですか。僕です。ネロちゃん、ネロちゃんだ、ネロちゃん。うん、オラフ君と一緒に行ってますね。厳しそう。伊豆さんってアルマ君がミーティングに行ってないこと証明できます？うん、最初金庫でダウンロードしてるから証明はできない。ただ、ミーティングリアクターになったタイミングでもサイズグで左についてるんで、そこからミーティングに行く人降りてくる人は一人も見てないんで、うん、リアクターになる前から藤宮さんはミーティングにいたことは証明できます。うん、うん、そう、もうなんならあの中野地藤宮のローラーでもいいかなと思ってボタン待機してたんですけど、うん、どっちが怪しいと思ってます皆さんって。僕はローラーはかなりあり。あ、ごめん、確認したいことがあって、うん、またそこって俺のことどこで見たやつだ。どっから見た。ロミジュニアの下の方です。ああ、なるほどね、なるほどなるほど。一応ラインだけ考えときたいんだけど、初手キルのラインっぽいラインってあるっけ。ギリギリイズオラフ。ああ、うん、キッチンで。まあ、でもオラフ君は停電を触ってるから、停電のあれとしてはイズさんか。実行犯はイズさんの方ね、その場合は。うんうん、
あ、でもいいですね。いや、展望にを見てるから僕は。あ、そうそう、展望に見てくれてるから。停電所に直そうとしてた、イズオラフはあんまり考えてない。だから、うんうんラインもほぼなさそう。藤野っちでいいと思うけど、うん、中野っちさんって今回の色経路はどんな感じですか？中野っちさん、エレキの後は、はい。エレキの後？うん、今回ですね。あ、今回ですね。はい、どこだっけ？キッチン沸いて、石油、エレクトリカルでロングタスクで右上のタスクやってボタンです。あ、じゃあ最後までエレキ。はい。うん、影丸くん見てます。影丸くん慎太郎さん見てます、はい、そう僕もあのノッチ慎太郎を見てメイン行って最後左のエンジンルームとメインの間開けて、うん、あしますかセリフ行ったら早めに出しますか、うん、あそうねセリフ出てもらった方がいいかもセリフ俺おわーどっちだ中野さんじゃないメロちゃんが疑ってるからオッケーオッケー、うん、じゃああとねごめん、うん、1個だけプテがね意味わかんないかも動きがオッケー伊藤陣はある伊豆コミサボ行きます伊藤陣はリアクター右で。オッケー、左に。じゃあエンジン回します。プテ切りてリンタロウさん信用できそうだからな開けてくる人見た方がいいなはっ、ああこれ藤宮くんですさなかった藤宮くんが昇降機右のベッドから出てきてで僕はネロちゃんが昇降機の上にいたんでシレフでやってくれと思って逃げて今アーカイブなんだけど昼間消したのしてるからオッケーなるほどなるほど多分ネロちゃんがさっきプテハシの行動が意味わかんないって言ったのはリアクターが洗ってるけどアーカイブで本タスクを継続したところのみだと思うから、はいはいまあ、僕は藤宮を詰めてるってところを白く評価してほしいです詰めてますかねプテハシさん詰めてるでしょいや詰めてる印象ないけどなまあ、一応自分が感じた要素として村に落としてきたりなんかさっきの議論の最初ってアルマさんの下位置とかまだ何も出てない状態で急にアタツさんが右で浮いてるって発言結構違和感感じてていやだって一人しかいなかったら浮いてるっていう発言、うん、まあそれは分かるんやけれども下位置洗うよりそれが先に出るっていうのはちょっとどうかなと思ったぐらい、うん、軽く要素として落としておきますあまあ別にいいけど一人しかいなかったから一人で浮いてるっていう意味で発言するだけで、うん、っていうのとコミサボに行くっていう意思を俺が出しててオラフ君がエンジン分けしてるっていうのに後から遅れてコミサボに来たっていうのも、まあ、ちょっと動き的に怪しいかなっていう、ね、ちょっと違ってるってことの感じがまあこれあくまで主観なんでバチバチだな何件よくしてんだってコミちなみにこちら停電にいればよかったってことですか？なぜバチバチだな。怒んないでよ。停電にいろってことですか？キッチンではいかないで。怒んないで。あくまで時間の話なんで。伊豆さん目線って藤宮くんがミーティングで有馬くん切ってる可能性もありますよね、多分。うん、十分十分ある。正直個人的にはあまり考えてなくて、有馬って前回のボタンを押してるのと、タスク的にそこにはもう行かないと思う、ボタンを押してるから。ミーティングに行く理由がない。キリシタンって誰が来いってことですか？いや、まあ、もう知らないけど。まあ、畑さんも全然じゃない、ウィキリシタン。いや、暴発はなくない？ベントから出てきたとこまで見て。僕ネロちゃん、プテさんが、慎太郎さん離れてから打って、てるからオラフ君は厳しい塞がれてるしおかしいけどな、うん、それはそう出てるから、まあ、割と畑さんはマジであるなって今話を聞いて思った、まあ、エレキが影心中野っちやったっけそうで順番的には影丸さんが最初に投げたなんでこれ伊豆畑さんどっちかいやラグないでしょ自分目線の判定になるから絶対これどうかなわかんない僕目線影丸さんも否定できないからめっちゃ近くてもう藤宮が上がってなかったとしても僕は最後オラフ君とすれ違ってる昇降機右ら辺で俺の判定が優先になるはずあーそうだそうだだって俺が自殺してるから一番最後だけどね一番最後畑さん頑張れあれやめろやめろいや今エロちゃん自爆したからあれさ切れてたらな自爆になってたよね自爆してたそうあれさ俺白だっけって一瞬勘違いするどういうこと藤宮って自爆したそう藤宮打ったように見えてて俺目線では慎太郎もいたから多分慎太郎切って自爆したとこに俺がたまたまそうなっちゃったんだろうね俺でも一番近かったのは絶対藤宮だったから
ほぼ俺の目の前で来て。そうだよね。謎判定出ちゃったな。見られてなかったら、芝生理論いけたな。あ、そうだよね。藤宮から見えないよね。バグとかではなくて、うん、多分。おうおうおう。でもね、一番近くにいたの藤宮判定。キッチンと席の間の、キッチン側のカーペットの一番左のところに慎太郎くんの死体がありました。かなり、はい、影丸にしろが出せます。捨て屋さんにしろが出せます。めちゃくちゃ伊豆さんっぽく見えるけど俺は。うん、お互いに。おう、またバチバチだ。ここがどうぞ。たくさんエレキで、伊豆さんとすれ違って僕はメインホールに上がって行っているんで、まあ、伊豆さんの方が視点は普通に怪しいだけですね、うん、僕視点も同じような感じでエレキで、すれ違ったのは間違いない。その後僕はエレキのロングタスクをしてるんでずっと居続けてます。まあ証明になるかわからないんですけど、メインバイタル館のドア閉まってます。畑さんがメインに行ったかどうかはわかんないんで、はい、普通に席外に抜けてる可能性もあるんで、まあ結構怪しいかなと、はい、了解です。狂人がいると怖いから、伊豆さんと畑さんの、決め打ちにしたいと思ってて、オラフ君はさっきのキル、僕はアルマがミーティングに行ってないと思うから第三者がキルしてると思ってて、ネロちゃんから白出てるからオラフ君否定して、今回影丸無理だから畑伊豆で決めたくて、まあ僕は心象的には畑さんに入れたい。同意です。てか伊豆さんってさっきのキルどうなんだっけ。めちゃくちゃ重いんだけど、1キル目はオラフ君から弾いてもらえる、うん、1キルは難しそう。2キル目はオラフ君と一緒にコミサボ待機して、畑さんがコミサボに来たから、ボタンの方向行こうと思ってエンジン宿舎間行った時に、宿舎の左のリアクター直してるのをプテさん確認して、で、さっき言ったように畑さんのことちょっと疑ってたんで、オラフ君殺されてねえかなと思ってコミサボの方に引き返したら、アルマの話じゃないの。アルマナスはそのターンの話、はい、今で、ハタサコラフが一緒に上がってきたから、あ、大丈夫やと思ってボタン押しに行こうとしてボタンでした。その日アルマは死んでなくない。アルマ君死んだターンは藤宮君のボタン、あ、1個前か、見上げだから待ってる。あ、その1個前は金庫で湧いてダウンロードやって、左リアクターを誰よりも早くずっと直してました。ハタサコ君ってあの時どうしてたんだっけ。浮きちゃった、その時に浮き浮いてたよ。あの時浮いてて、その次のターンにキッチンで湧いてコミ、タスクをやった後にコミ通路に行ってイズオラフがいたって感じ。1キル目は僕はアドミンを見ているプテハスさんを見ていたので、結構な間、うん、1キルはハタさん絶対無理。絶対無理。ハタさんに入れます。ハタサコくんかな。ハタサコさんだな。ハタシャコシャン、シャコシャコやったんか。正解。おお、バチバチだったな。全部正解。怖いわ。ナイスファイト。ああ、やっぱり。またやって。もうええて。のっさんか。もうええて。くれよ、狂人。お腹痛いですね。一番頭使うな。それはそうか。いやでも確かにバイタルはちょっと怪しかったから、いい怪しい位置の入り方だったけど、対抗がインポサタなつらかったです。絶対まとめて落ちたと思ったから。あのターンキル取れなかったんで、藤宮にも暴れてもらうしかないなと思って。なるほどね。あと1回2キルってやろうかなと。結局、アルマさんはミーティングじゃないっていうことやんね。そうそう、畑さこが。僕は、そうですね、右で殺されて、あえてね、アーカイブとラウン時間くらいで死んでも。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。結構近いな。見えないです。近かったね。あ、なるほど。藤宮がはしご上がる前に俺が撃ってるから、慎太郎さん撃っちゃったんだ。慎太郎切られてたけど。あ、マジで俺切ったの。だってね、一番多分ね、でも慎太郎さんも切れない位置だから、多分ね、ただ単に自分の頭ぶち抜いた人になってる。僕はもうネロちゃんを応援しながら、頑張れ頑張れ頑張れ。